はい、皆さんこんにちは、ゴギです。今日はですね、久しぶりに、こういった形で、YouTube で顔出しして、お話をさせていただこうと思ってます。はい。で、どういった話をするかというと、内容はですね、サムネイル、タイトルにもあった通り、勇気のすすめっていうことでお話ししていこうかと思います。で、これなぜかというと、去年のですね、大体クリスマス前後ぐらいに、あるライターの方からちょっとご連絡いただきまして、で、私のですね、企業さんがですね、私の動画を見て、ぜひこの方にちょっと日本人のレクチャーをしていただきたいと、そういった記事に協力していただきたいという内容だったんですね。で、その内容をですね、伺うと、私の、いつも2018年頃から YouTube を始めて、で、ずっと皆さんの前で発信している内容で字が上手くなるためには、こういうふうにした方がいいとかですね、ずっと発信してきたんですけど、その内容とですね、ほぼ合致する内容だったんですね。で、ちょっとでも、その内容がですね、違ったりしたら、自分の、人の、メソッドを自分じゃ持ってないことを言うっていうのはちょっと違うかなと思ったんで、ちょっとお断りしようかなと思ったんですけど、でも内容はですね、かなり合致する内容だったんで、ぜひということで、お受けする流れになりました。で、もうですね、記事アップしてるんですけど、ユーキャンさんの、マナトピーっていうですね、このサイトに、私が、インスタグラマーのですね、有名な方、浜田さんっていうですね、知ってる方多いと思うんですけど、モデルさんの方に、美文字をレクチャーするっていうですね、内容。で、その記事がですね、もうアップしてますので、気になる方はぜひですね、概要欄にもリンク貼っていきますので、ぜひそちらを、チェックしてみてください。はい。で、その、内容ですね、1時間とか2時間ぐらい、レクチャーさせていただいて、浜田さんに、字をですね、いろいろ最初、ビフォーアフターみたいな感じで書いてもらって、で、毎日毎日ですね、私が思う、ゆうきゅんさんと同じような内容だったんですけど、私が思うメソッド、で、そういった内容をですね、ずっと1時間から2時間ぐらいかけてレクチャーさせていただきました。で、内容ですね、軽く、かいつまんで言うと、まず、ペンの持ち方ですね、ちょっと上にパッと出てきたと思うんですけど、以前ですね、私が、ペンの持ち方っていうですね、動画をアップしてまして、その内容ですね、ペンの持ち方をどういうふうに書いたらいいかですね。変な持ち方だとすごく書きにくいので疲れちゃいますし、なのできちんとした持ち方をした方がいいですよというですね、こういった内容でちょっと、以前作ってますので、その内容をちょっと、かいつまんで、まず最初にお話ししました。で、それでですね、ペンの持ち方をちょっときちんとした状態で、でですね、練習に入っていくんですけど、その前に、一旦ちょっと呼吸をですね、整えていただいて、まず何でもそうだと思うんですけど、呼吸ですね、呼吸が大事で、ちゃんとですね、今からちゃんと練習するぞみたいな感じで思ってないと、字がですね、やっぱ集中してないと、汚れちゃう、変な感じになっちゃうんですね。なので、練習しても中途半端になっちゃうんで、なので、まず、練習する前に、呼吸を整えて、今からどういった練習をするのか、こういった練習をして、字が上手くなっているみたいなですね、そういったイメージを、持っていただくようなことを言って、で、それでですね、まずひらがなですね、ひらがなと漢字、字ってですね、手紙もそうなんですけど、ひらがなと漢字がほとんどじゃないですか。なので、その中でもひらがながものすごく多いんですね。ひらがなを日常的によく使う。なので、ひらがなをですね、まず最初にマスターしましょうというお話で、でひらがなのまず書き方。で、ひらがなを書く前にですね、丸の練習ですね。ひらがなってちょっと丸っこいですよね。丸っこいので、丸に似てますね、丸をずっと書いていくと、ひらがなってひらがなの元って丸なんですよね。時計回り。最初時計回りで丸を書いて、で、その後に左回りでも書くんですよ。
でこの動作が、ひらがなの練習法につながってくるんですけど、まずそれをですね、均等な大きさで書いていただく、まあ、そういった練習方法をお伝えしました。で、その後に自分の、ひらがなを書いていただくですね。で、場合によっては結構ですね、これを見ていただいている方の中にも、ひらがなを書いてて、なんかうまく書けないなと思ってる方って多いかもしれないですよね。で、それは、例えばこう、ひらがなってこう、変に見えちゃうのは、なんか角張ったりしてしまうと、なんかこう、ひらがなってこう、丸っこいイメージなので、角張ったりですね、尖ったりしてしまうと、なんかこう、違和感があるんですよね。なので、まあそういう風に変えちゃうと、なんかこう、下手だなと、なんかうまく書けてないなと思うかもしれません。なので、丸っこく書く練習ですね。それが丸の練習がもうすごくいいですね。で、その後に、漢字の練習にこう移ったんですけど、漢字の練習はですね、漢字の、まあ、組み合わせっていうか、まあ、横線と縦線。で、縦線の練習を、縦線をまっすぐ書く練習方法ということで、以前こういったちょっと動画をアップします。なので、ちょっと気になる方はですね、ぜひ見ていただきたいんですけど、まあこういった内容で、まあ、こういった内容というかですね、まあ、ちょっと軽く説明すると、漢字って縦線横線の集合体になっています。なので、漢字を練習しても、やみくもに練習してもですね、なかなかうまくなりにくいです。なので、何を練習するかというと、まあ、ひらがなの時のように、ひらがなは丸の練習しました。まあ、それの練習にこう対して、漢字はですね、縦線、横線ですね。まっすぐの線を練習する。なので、まっすぐの線をですね、できるだけ、きれいにゆっくり最初書いていただいて、で、その後に少しこうスピードを上げて、まっすぐの練習で線を書く練習。で、これをですね、お伝えしました。で、それを、していただくとですね、まあ、単純な練習法なんですけど、まず最初に呼吸を整えて、ペンの持ち方をしっかりして、で、それがマスターしたら、まずは丸の練習ですね。丸の練習でひらがなマスター。で、その後にこう漢字の練習。その前に、まっすぐの練習。縦線、横線の練習。まあ、それをですね、していただく。まあ、たったこれだけなんですけど。で、まあ、丸の練習っていうのもですね、動画で以前出してるんですけど、まあ、ちょっと上に出てきたと思うんですけど、まあ、これをですね、ちょっと見ていただくと、すごくですね、まあ、結構パワーアップしますね。自分の書いてる字をでもう一回見つめ直すみたいな感じで、まあ、これらの動画を見ていただいた後に自分で、基本練習ですね、丸の練習と、縦線横線の練習。で、これをですね、しっかりしていただくと、なんかですね、字が、丸は、ひらがなは丸。ですね、丸の仲間で、漢字はですね、四角の角張った仲間っていう風に、まあ、自分の中にこう印象付けられるんですよね。で、文章で書くとですね、すごくよく分かってきます。結構ですね、ひらがなと漢字がメリハリがつくんですよね。結構そのマナトピーさんの、記事でもアップしてると思うんですけど、結構最初、浜田さんに書いていただいた内容文よりも、その後に書いていただいた練習後に書いていただいたビフォーですね、アフターですね、アフターの、ものっていうのはすごくこう結構見違えるぐらい違ったんですよ。なのでひらがなはこう丸っこい仲間になってて、漢字はすごく角張ってですね、でちょっと大きめに書いてある感じ、漢字がどっしりしてる感じですね。でひらがなはそれに対してちょっと控えめに、丸っこい感じですね。なので、こう、まあ、男性と女性が歩いているような、まあ、そういったイメージですかね。なので、すごくしっくりくるんですよね。漢字の中のこの手紙の文面がですね。なので、そういった内容で、まあ、ビフォーアフターがちょっと記事で見えるんで、ぜひですね、そちらの方をちょっと、見ていただきたいなと思います。はい。で、まあ、ゆきやさんのおすすめということで、今日、題名、撮ってますけども、まあ、私はもう今までこう、昔からこう、書道を通しちゃってて、で、その後にですね、自分で、まあ、美文字とかを、ちょっとまあ、意識し始めて、こう練習をずっと始めて、今、大人になってもやってます。で、まあ、今までこう、ずっとですね、やってきた中で、やっぱりですね、基本がやっぱ大事っていうのがすごく分かったんですよね。
まあ、今から美文字になりたいなと、まあ、練習したいなという方は、まあ、その気持ちさえあれば、必ずですね、あの目標を達成することは絶対できると思います。なのでどんどんですね、字はどんどんですね、練習すればするほどもうあの上手くなっていくんで、まあ、そのただ、練習の方法をですね間違えてしまうとちょっと挫折してしまったりとか しがちなんで、なのであの練習の仕方ですね、まず、さっき言ったみたいな方法ですね、まあ、本当に簡単なことなので、まあ、それをきちんとやって、あとはですね、まあ、楽しんでやっていただくだけで、字はすごく改善されていきます。はい、なので、まあ、ぜひですね、まあ、あのゆうきゃんさん、まあ、僕はですねゆうきゃんさんにこうあの入会して入ったことはないんですけど、まあ、いろいろ内容メールソフトとか聞いてみてですね、すごく、まあ、共感できる部分がたくさんあったんで、まあ、ぜひですね、まあ、気になって、まあ、練習始めたいなと、まあ、自分だけではちょっと無理だなっていう人はですね、まあ、ぜひゆうきゃんさんに入ってみて全然いいんじゃないかなと、はい、いうふうに私は思います。はい、というわけで、今日ですね、まあ、ゆうきゃんさんのおすすめということで、動画を撮ってまいりました。はい、まだですね、こういったかわしで、まあ、時々あの動画を撮ってまいりますので、これからも動画視聴のほどよろしくお願いします。